甘いお話。今日はまっすぐな男気の味、大学芋のお話です。浅草、隅田川に架かる琴戸橋は直線の力強さから文豪川端康成により男の橋と称されました。まっすぐな男の店がここにも一軒、大学芋千葉屋。看板もメニューも至ってシンプル。店内には黙々と芋と向き合う男たちの姿が。千葉屋の創業は昭和25年のことでした。その当時お芋が全部千葉県のお芋で一年中使わせたもんで、じゃあ屋号は千葉屋でいいんじゃないかというんで千葉屋になってしまった。屋号の由来もシンプル。さつまいもを油で揚げて甘い蜜で味付ける大学芋。大学の近くで売られていたとも、大学生が好んで食べたとも諸説ありますが、素朴な味が親しまれてきました。仕上げに風味付けのごまを一振り。甘くて程よく硬くて周りはカリッとしてて、これが一番いいな、創業から変わらぬ味を守り続ける千葉屋の大学芋には、今は亡き先代の男気が流れています。大正6年までは頑固そのものですよ。今だから言えるのうちの親父はその芋の問屋に勤めてたから、いい芋を見る目があったからね。だから美味しい芋だからお客様が食べてみて美味しいからまた来るってなって今があるってことだね。まっすぐに芋だけを見つめてきた千葉屋の男たち。その美味しさは今も昔も愛され続けています。長年のご愛顧で招き猫も真っ黒。甘いお話、今日は大人の楽しみ、おつまみにもなる和菓子のお話です。下町根津の権現さん。甘い匂いに誘われて迷い込んだ路地の奥深くにその店はあります。和菓子薫風、出来たてを味わえる旬の創作和菓子が人気のお店。そしてもう一つのこだわりは、なんと日本酒。和菓子と合わせて店主自らセレクトした日本酒が楽しめるのです。レモンピール入りのどら焼きにはレモンと同じ愛媛産のお酒を添えて。両方とも自然を表現しているものだと思うんですね。食べ物の中では日本酒の四季のサイクルととても合うというふうに思いまして、はい、でそれでもう日本酒と和菓子でいこうというふうに思いましたね。酒のあてにもなる和菓子。今日は旬の枝豆を使ったきんつば作り。寒天と砂糖を加えて固め、白玉粉などをブレンドした生地を塗り、6面を焼いていきます。このちょっとこうグリーンが透けて見えるっていうのがセクシーじゃと思うんですね。このシースルー感っていうんですかね。枝豆の風味を生かした冷やしきんつば。衣に透ける緑がセクシーな一品となりました。甘い香りに誘われて常連さんがふらりとご来店。枝豆の青っぽさには爽やかな日本酒で
後口すっきり。ああ、合います合います。一度ハマると癖になる組み合わせ。しかしこの店、男性人気がやけに高い。日本酒が好きで、甘いものも好きっていうおっさんが一人で食べに行く店はそんなにないと思うので、ここは日本酒があるんで来やすいですね。和菓子で一杯、大人の密かな楽しみです。甘いお話、今日は進化し続けるお菓子かりんとうのお話です。武蔵野の高台の町宝屋、そこにかりんとう製造90年の朝日製菓があります。おはようございます。朝7時半。今日も一日いつも言いますけども、事故怪我間違いのないようにお願いいたします。我々は朝日製菓の製品に誇りを持つとともに、さらに創意工夫に邁進するものである。今日も一日よろしくお願いします。お願いします。森下さんは先代から仕事を受け継ぎ、かりんとう一筋。今では従業員180人の会社に育て上げました。私はもうかりんとう屋っていうのを自分で決めたから、ずっとかりんとう屋で一生終わろうと思ってるから、かりんとうバカなんです。だからかりんとうバカでいいんです。だけども愛情をかけると必ず答えてくれるのがかりんとうの。かりんとうの生地は小麦粉にイースト菌と黒糖などを混ぜて練り、程よく発酵させたもの。すぐに成形し、油で揚げること3回。焦がさず、ベタつかせず。油の温度に細心の注意を払って、芯までさっくり、外はこんがり。最後に、蜜をかけて仕上げます。昔ながらの黒糖かりんとう、お茶受けに不動の人気です。でも黒糖だけでは先細りを感じた森下さん、この十数年でありとあらゆる風味を開発し、最近のかりんとうブームの火付け役となったのです。はい、はい、これ食べ方もいろいろ、いつでもどこでも誰もが気軽に楽しめるおしゃれなお菓子になりました。森下さんの開拓精神と愛情にかりんとうも喜んでいます。甘いお話、今日は夏を告げる季節のお菓子若あゆのお話です。6月夏を呼ぶ雨の季節、美食の町人形町に家族で営み80年、季節のお菓子を丹精込めて作る店があります。この時期に登場するお菓子が若あゆです。毎日です、美味しいから。美人姉妹で元気にね、2人でやってるので、応援できたら。ありがとうございました。地下の工房では父親の野辺博吉さんが若鮎を作っています。まずは鮎の中身から、蒸した白玉粉に砂糖を加えてしっかり練り、水飴を加えて牛皮を作ります。今は昔、魚が日本人の主なタンパク源だった頃、6月に川を遡る鮎の漁は老若男女の楽しみでした。
お菓子の鮎は皮をカステラ生地で作ります。一枚一枚丁寧に焼き上げ、切った牛皮を包みます。いくよ。そして焼きごてで一匹一匹鮎の模様をつけるのです。お見事。やっぱり鮎なんていうのはあんなちっちゃいさ、細長い体しててね、渓流にね遡って泳いで鮎に負けるなそうかな、うん、ところで都会の鮎も頑張っています。都心を流れる神田川に今年も鮎の遡上が確認されました。春に生まれ夏に成長する鮎、今がちょうど食べ頃です。